こんにちは。第98回箱根駅伝が開催されました。前回の動画でご覧のような AI 順位タイム予想を発表しましたが、結果はどうだったでしょうか。それでは見ていきましょう。優勝は青山学院大学10時間43分42秒。2位順天堂大学10時間54分33秒。3位駒澤大学10時間54分57秒。4位東洋大学10時間54分59秒。5位東京国際大学10時間55分14秒。6位中央大学10時間55分44秒。7位創価大学10時間56分30秒。8位国学院大学10時間57分10秒。9位帝京大学10時間58分6秒。10位法政大学10時間58分46秒。11位東海大学10時間59分38秒。12位神奈川大学11時間0分0秒。13位早稲田大学11時間0分3秒。14番関東学生連合、11時間0分25秒。14位明治大学11時間0分28秒。15位国士舘大学11時間3分6秒。16位中央学院大学11時間7分33秒。17位日本体育大学11時間11分11秒。18位山梨学院大学11時間11分21秒。19位駿河台大学11時間13分42秒。20位専修大学11時間15分9秒。以上、結果でした。予想と結果のまとめ一覧です。今回は順位は自分でも驚くくらい当たりました。トップ3が当たったのは初めてですし、シード予想から全体の予想もここまで当たったことはありませんでした。しかし、タイム予想は大きく外れ、全チームが予想記録を上回りました。図にしてみるとご覧のように、青山学院大学が突出していますが、2位から15位までほとんど差がありません。まさに戦国駅伝でしたね。過去の記録推移です。全体的なレベルアップがすごいですね。今回は予想以上に気象条件に恵まれて、好記録が生まれたようです。今回も感動する大会となりました。選手、関係者の皆さん、ありがとうございました。次回、ここにやってくるのはどこの大学でしょうか。また来年お会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。